京和汽船株式会社は愛媛県今治市に本社を置く海運会社。今治港から大島への高速船を運航していた。サークル系四国をグループに持っていた。今治港と大島を結ぶ航路を長らく運航していた。1963年に三汽船と今治大島フェリーボートによりフェリー便が運航を開始、両者競合状態にあったが、 翌1964年に三脇機線と今治大島フェリーボートの合弁となる京脇機線に運行を移管する。1998年度には140万人、87万台の利用があったが、島並海道の開通後の2000年度には50万人、20万台に激減。70人いた従業員を30人に削減する一方で、 運賃を大幅に値下げし一時は利用を伸ばした。2011年2月末までは今治港から下田水漁港まで平日、土曜日に1日20便、下田水漁港から今治港まで平日、土曜日に1日19便。日曜日祝日、1月2日1月3日は今治港、下田水漁港発それぞれ1日14往復で運行されていた。 しかし、2009年に実施された ETC 搭載車に対する高速道路の休日特別割引、休日終日割引の実施などで乗船台数が低迷。2011年3月1日からフェリー便の運行を休止し、高速船のみの運行となった。2011年11月1日からは減便とダイヤの変更が行われた。しかし、 その後も利用者低迷や原油高などで経営は厳しく、2013年6月から、平日、土曜日13往復を7往復に、減便、日曜、祝日7往復を運休とするダイヤに改正。7月31日には、航路の運行を休止し8月1日より1年間航路を運行休止した。航路休止に伴い8月1日からは、 瀬戸内海交通によって、大島、博多島と今治市中心部を結ぶ、バス便が平日で1日オン往復増便された。2014年8月には、代替交通手段の路線バスが定着し、運行を再開しても、利用客回復が見込めないとして、航路廃止した。また、同年12月には、サークル系四国の全保有株式を、 サークル系サンクスに売却した。ただし、創業家出身の村上英一社長はこれまでの実績から社長にとどまり、2017年2月末の解散まで社長を務めていたため、人的関連は残っていた。また、村上は先にサークル系サンクスの完全子会社となったサンクス西四国の末期にも社長を兼務していた。フェリー運行休止前は、 旅客船4隻、フェリー2隻の体制で運航していたが、旅客船4隻、フェリー1隻の体制に変更され、ニューオ島3、ニューオ島5、ニューオ島8が、主船、雪姫、第8大島が予備船となっていた。ありがとうございます。